どこへ行った? <笑>今度はどこに? フリット、上! <笑>大丈夫、次はしばらく来ないから ユリン、君は? ここです! 旧建設管理センター 本来ならコロニー完成時に閉鎖されたはずですが まだ残っていたなんて あ、司令、ここならばコアの切り離しができると ああ、いざという時のために動かせるようにしておいたのが役に立った だが、ここがやられれば今度こそ手はなくなる ブルザー司令! だ、大丈夫だ もう着いた モビルスーツ型の方は頼んだぞ 了解しました ガンダムは? フリットはどうなっている? ノーラの外、第84ブロック付近で交戦中 敵にこちらの動きを悟られるな 引きつけておいてくれればいい ノーラ完全崩壊まであと11分 あと少しだ アスノだな。はい。フリット、お前を引き取るのは哀れだと思ったからではない。モビルスーツ舵としてのアスノ家、その能力に私は興味を持ったのだ。良いか、父と母の分までお前は生きねばならん。生きてアスノ家の血を引き継いでみせろ。 救世主だと?はい。僕が作るガンダムは人類の平和を脅かす悪と戦う戦士なんです。だから人類を守る救世主なんです。モビルスーツが救世主か。お前は面白いことを言う。ガンダムか。期待しているぞ、フリット。 生かされたことには意味があるのだ。 第1メインシャフト、続いて第2メインシャフトの切り離しを確認。完全崩壊まであと8分。コントロールケーブルの接続をチェック。コロニーコア、プラズマ推進機関、高密度点火準備。 全シャフトの切り離しを確認! よし、コアプラズマ推進機関、高密度点火!続いてディーバ、栄光速度で前進、コアを姿勢制御する! Thank you.
間に合ったんだ。フリット。まずい。やめろ。ライフルがあと一発しか。フリット。これ以上は行かせない。コロニーのみんなにはもう絶対に手を出させない。退却した。どうして。切りました。ギリギリ間に合ったか。なんだ。コロニー内で障害発生。切り離されたシャフトの一つがコアに倒れかかって進行を妨害しています。振り切れんのか。ダメです。無理をすれば姿勢制御不能に陥ります。ここまで来て。コアがフリット。様子がおかしい。何かあったんだ。ノーラ完全崩壊まであと120秒を切りました。何これ。どうした。コロニー内にまだ移動する熱源体が。何だと。フリット、聞こえるか。フリットアスの。ブルーザーさん。よくやった。作戦は成功だ。やはりお前が作り上げたガンダムは大したものだ。ブルーザーさん、どこです。今救出に。いや、お前は直ちにディーバに戻れ。崩壊に巻き込まれることはない。そんな、見捨てていくなんてできません。私一人よりより多くの人を救うことを優先しろ。力を手に入れたからにはお前には責任がある。力。ガンダムだ。人類を守る救世主の力だ。ブルーザーさん。救世主になれ、フリット。ガンダムと共に。ブルーザーさん。障害の除去を確認。ディバ、最大戦速。連邦軍総
総司令部との連絡が取れました。コロニーコア救助の艦隊は約10時間後に到着予定です。よし、艦内に残った民間人の移動を急がせろ。我々は別の任務に向かわねばならん。2時間後、ディーバーファーデーンに向かいます。本艦は作戦行動中のため、正規乗組員以外の方は速やかにコロニーコアへ移動してください。君を助けることができてよかった。戦いの匂いか。こぼれ落ちた涙が今日も星になり、静かに見守ってる次の時代へ受け継がれてく。空をそっと抱きしめた。終わらない痛みの奥で動き出す儚い希望は、行くべき道を示し導いている。君の中の変わってゆくよ。恐れないで、光失っても思いつなげる。その笑顔に会える日まで。白い狼と呼ばれたエース、ガンダムをかけてフリットは無謀な戦いを挑む。次回、機動戦士ガンダムエイジ、白い狼、3つの運命が歴史になる。